みんなのアルバイトブラスです。アレちゃんです。リザマリナです。よろしくお願いします。お願いいたします。今日はまた新しいゲストに来ていただいておりますが、はい、結構コアな話をしていただくみたいで、あら、顔出し不可でございます。そういうの大好き。ね、なんてお呼びしましょうか。仕事人仕事人と呼びします。仕事人、そう、何それ。仕事人さんなんですけど。どんなアルバイトをこれまでされたんですか。テレムクラブの上様名誉なんですけど、うん、そこの鑑賞したりとか。鑑賞プレーを鑑賞しに行く。それアルバイトじゃなくない。それ 見るだけ。見る人じゃん。楽しんでる。それがお仕事なんです。え、ちょっと、どんなんでな、お金もらえんのやったらな、いくらでも見てあげるよ、そんな。ね、え、何をす、え、お金はどうやって発生するの。ね、仕組みが分からへんねんけど。お客さんは、まあ、プレイ中に、なんて言うんだろう、ブザマの姿、うん、そうね、ブザマの姿を他の人に見てもらいたいとかっていうと、お呼びがかかって。なるほど。だからもう普段しないようなメス豚じゃないわ、何オス豚、なんていうの。なんでも豚、もう豚野郎が家畜の豚野郎がみんなに見られて哀れな姿ね、ふって見られたいんだ。恥ずかしい、でも気持ちいいみたいな。わかんない。それだからさ、それ女王様が基本的には調教をしてらっしゃるんだけども、オプションなの。オプションです。オプションで人に見られたいっていうのを言ったら呼んでもらえる。女王様が見られたいんだろうみたいな感じで女王様に言われるんや。はいって言ったらもう、はい、お願いします。じゃあその見るときってなんか隠れて見るんですか。それとも目の前にしてもお邪魔しますみたいな感じで。チャンネル登録してね。どこでそんなさ仕事見つけた。どこどこで。初め私は普通の女王様の仕事、自分だったらできるんじゃないかなとか思って。なんかね、雰囲気あるよね。うん、うん、冷たい感じがする。失礼。冷たい感じで見そう、そういうやつを。そうね、そういう説明したら、初めはやっぱりストーリーを作ったりとか、その世界観を女王様が作れないといけないって。どうなんや。プレーとか、いろんな覚えることが多いんですよ。そんな簡単じゃないんや。だろうって言うだけじゃダメで。あと言葉回しだったり、いろんなね、こう下げすんの言い方だったり。弟子入りみたいなのかな。初めは実際そのプレーを見て覚えてみたいな感じで。それで見る人から始まって、徐々にそれで覚えたら女王様になれるね。そうそう、じゃ女王様にならんかったんや。私無理と思った。なんで、何が無理やと思う。ハードすぎて。そんなハードな、女王様って何をするんですか。いいね、基本的な質問からいきたい。ごめん、女王様って何っていう。何するの、うん、何をするんですか。いたぶって相手を喜ばせるって。 MO が来るんですか。 MO さんです、思い切りが。そういう方はどういう人が多いんですか。何歳ぐらいの人で。やっぱりベテランの人とかっていうと結構年配の。ベテランの MO ってこと。そう。ベテランの MO があるの。MO 初心者とかもいるんだろうね。あ、そうそう、恥ずかしいですみたいな。何されるのか分かんないみたいな。ドキドキしてるよ。ベテランはもう、もうすごいですね。初めシナリオとかすごいアクション書いてきて、こういう風にプレイをしたいっていう。もう細かくあるの。今日はもうだからもう劇場なんだよ。だからまずはもうお尻を2回ぶった後に、俺のことを舞台呼ばわりした後にみたいな感じで。違うって、多分異世界ものとかこういう世界の設定で自分がどうやって囚われたのかとか決まるんじゃない。そう、いきなりだってさ、そんなとこに連れてこられるのおかしいから、なぜここに来たのかっていうストーリーがあるんだよ多分。何か悪いことをして、未来の法律でもう時間はすごく危険な罰せられ方をすると、虚勢してやろうかとか逐一言わなきゃいけない。あるんでしょ、でもそういうことで。ほら、俺女王様の素質あるかも。あんためっちゃ作りそうだね。話に入り込みすぎてなんかやるの忘れそう。お前は時間の刑法56条に違反した。すげえ、そんなあるの。
裁判の結果本当どうなってるか分かってるのかみたいな。あとさ、なんかいじめられるよりも気になるストーリーがちょっとあの詳しくいいですかみたいな、他には何があるんですかみたいな。ベテランの方はおじさんが多いけども、40代くらいの方が多いですかね。50代太ってる人が多いんですか、細い人が多いんですか。結構中肉中背とか。筋肉質な人はいるんですか。あんまりなかったな。なんか絞られてるからかもしれないですけど、なんかムチムチっとしたところになんか高速立っちゃって。いやー、初心者 M をは、うん、何笑ってんの初心者 M を なんかちょっと M っぽいよねなんか今の聞いてちょっと興奮してそうな感じがするよね初心者 M をはあのくらいの28歳ぐらいの男性とか、そういう人って初めて来るときってどういう感じで来るんやろう。誰かに連れられて来るんですか。一人で、うん、ちょっとお尻の方に興味あって、お尻の方に興味があって、そういじめられたいんだけど、自分でもまだやったことがない、バージンなんでどうしたらいいのか分かんないみたいな感じで。もう卒業したのか、お尻の方は。まだです。じゃあああいうのが来るんだ。ちょっと まだですって言ってそういう時はどうするん、なんかこう優しくするんですか。私はもう寝てちょっとそれ出してとかってお手伝いしたりとか。あ、道具みたいなものとか気になるな、みたいな、うん、ちょっとなんか見るだけやったらね。そう、嬉しいだろ、見られてるぞみたいな感じでこうね、反応とか、あのさ、ねえ、めっちゃおるやんめっちゃおるやん、何人。そうや、でも誰かとこうもう10人もうちょっと、うわ、汚いなみたいな。もうすごい絶景ですねみたいな感じ。まだ十。もう普通の感じですね。あとはもう爆笑しちゃう。笑っちゃってね、いつも。え、笑っていいんですかでも。うん。いいんだ。あ、でも笑われて。怖い怖い。カオス。カオス。恥ずかしいですって言って、まあ、顔真っ赤にしちゃって。どういう気分なんだろう。無視って叩いたりしたことあります。あります。それ叩かしてくれたんですか、お嬢さん。これ他人に。いいな、なんか叩きたいじゃないですか。叩きたい、叩きたいよね。え、どんな無知なんですか。一本無知。バラ無知の方が痛くないんですけど、じゃあバラ無知。あれバラ無知っていうの。一本無知っていうのはこういう長くて先にちょっと転がってくれるの。ああいうのだとシャッって音がするんで、もうすっごい快感。あ、音が。でもっと強くしていいとか言うと本当に右手取れみたい。マジでいいんですかみたいな感じ。でもいいんだよ、やりたいみたいな。ハマったらもうずっとなんか叩かずにはいられなくなるのかな。なんかでもミットって言われるから、ただ普段もさ、色普通の人をぶったたきそうだよね。シャーッって間違って。あの音が気持ちいいですよね。興味出てきた、ムチ買おうかな。ちょっととりあえず見に行こう、ブラス。見に行こう。とりあえず見るとこ。ジョウバムチいいですよ。初めてのすすめ。ちょっと今度見に行こうじゃ。ねえ、え、それさ、いくらぐらいもらえるんですか、見てるだけで。